はい、皆さんこんにちは。企業からパイジュアイことエッジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とか一歩に接するお話をしていきたいと思います。はい。で、今日のお話は、前回ですね、今このコロナ騒動のせいで、まあ、自粛でね、みんな本当お金がない、欠勤だとかね、本当に家賃が払えないとか、飯が食えないって人たちすげえいっぱいいるっていう、ね、だからこういった感じ、メルカリで販売した方がいいよっていうね、動画作ったら、まあ、それなりに反響があったので、まあね、みんな本当にちょっと金には困ってんだろうなと思うので、ね、今日もね、新しいもう一個仕組みね、無料で公開していきたいと思います。はい。でですね、今日のね、皆様にこの公開する、仕組みなんですけれど、これですね、フォロワーマネジメントっていうビジネスモデルになります。はい。で、このフォロワーマネジメントってなんじゃらほいって感じなんですけど、簡単に言うと、見込み客をね、ツイッターとかでね、見込み客を集めて、で、その見込み客が欲しがる商品というものを、ね、これいかがですかっていう感じでね、商品をおすすめします。すると、まあ、1000人ぐらいいたら、まあ、その 10% とか 5% の人たちが購入してくれますよというビジネスモデルになります。これ全部で4つの仕組みで出来上がってます。1個がまずツイッターですね。で、2個目っていうのがこれ中国輸入で、3つ目っていうのが、オートライクスで、4つ目っていうのがベース、この4つでね、ビジネスモデルを作ります。はい。で、一番初めに何するかって言ったら、まずはツイッターで、見込み客を集客する必要があります。はい。で、その集客をするのって結構大変なんですよ。なんで、先ほど言ったオートライクスっていうねツールがあります。で、これね、1月ね2000円ぐらいしちゃうんだけれど、でもね、バーッと一気に人を集めてくれるんで、オートマチックで、なんですぐにね、何百人何千人って集まるので、このオートライクスを使ってまずは集客をします。で、この時すごく一番大切なのが、何でもいいから人を集めるのじゃなくて、これから商品を売りたい商品っていうものをね、その人たちに絞ってで、集めていきます。で、例えばだけど、猫専門店、猫グッズ専門店とかを作るとしたら、ね、猫好きを集める必要があります。なので、そのオートライクスっていうツールを使って、猫好きな人たちだけを、どん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 フォロワー増やしていきます。で、1000人とか2000人とか行ってからね、その猫商品っていうものいかがですかって、販売します。はい。そうするとね、猫好きなんで全員買ってくれます。はい。こういった感じでね、その人たちが好きなものっていうものを、提示する必要があります。はい。で、その時にお店なんですけれど、これベースっていうところがあります。あれベースだよね。ベースっていうところがあります。で、僕たちもね、うちの会社でもベースでショップを持ってます。で、もちろんね、売り上げ、ちゃんと出てますので、で、僕これね、フォロワーマネジメントで僕、ビジネス作ってるんで、で、これ全然お金稼げてるんで、こんな感じでね、ベースでショップ作ります。なんで、まあ、段取りとしたら、一番初めにツイッターで集客、ね、ツイッターで、まあ、今のじゃなくて新しいツイッター作った方がいいと思います。その売りたいものをメインとしたツイッターアカウントを作りますね。で、そしたら次、そのオートライクスっていうのを入れて、自動でフォローをどんどんしてってくれます。ここで一番大切なのが、ツイッターね。ツイッターって、みんななんでフォローしてくれるかって言ったら、価値があるからみんな、ね、フォローしてくれます。はい。で、この価値ってどのように出すのかって言ったら、ね、例えばさっき言った猫だったらね、猫動画ね、猫の面白とか可愛いとかね、そういったやつをバン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  YouTube とかで撮ってきちゃいます。はい。でね、このやり方ちょっとよくわかんないなって思うんだったら、僕のこの動画のね、概要欄じゃねえや、説明欄のところに、ツイッターのね、情報が載ってます。で、僕そこの3泊っていう、ね、ヒップホップの情報アカウント持ってます。で、これ見てもらうとわかります。こういった感じで上手にね、このみんなに価値を提供してきます。で、価値を提供してくると、まあ、どんどんフォローされていくのでね、価値を提供するツイッターを作ってね、で、あとは、オートで集客するっていう感じになります。はい。でね、もしそのツイッターっていうのね、毎日やっぱツイートしなきゃいけないからめんどくさいなって、思ったら、みんなね、ボットっていうのがあるので、そこにね、1日でね、もう何十個も入れとくんですよ。何十個も何百個ももう1日使ってガーって、どうせみんな自粛して暇だと思うからザーッつってね、入れまくっといて、そうするとね、オートマチックでね、何時から何時までもう適当にこうバン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 ってね、つぶやいてってくれる、そういうボットもあるので、なんで、まあ、ツイッター作って、まあ、ボットで入れて、でオートライクスで人を集めれば、ここはもう自動で人が集まるシステムっていうのが作り上げることができます。はい。で、そしたら、あとは自動で人を集めてる間に今度ショップ作りします。で、このショップっていうのをベース
ベースで作ります。はい。で、なんでベースかって言ったらね、ベースってあの規則がほぼ、ないです、緩いです。でもまあその代わりね、集客してくれないんですよ。なんで集客を自分らでしてきて、そのお店にご招待します。はい。で、初めはね、自分のお店っていうものをね、提示しない方がいいです。はい。初めは提示しなくて、初めは情報発信だけしといて、1000人とか2000人とか集まってからね、ショップを作りましたっていう感じでバンって公表してください。はい。で、そのね、猫だったら猫商品っていうものなんですけれど、まあそういったのをね、まあどこから買い付けするかって言ったら、中国です。はい。で、中国のね、やり方とかどうやってそれ買ったりすんのって多分まだわからないと思います。で、それのね、内容っていうのが、僕のね、LINE 公式か。LINE 公式に、お友達追加してもらうと、中国ね、どこから輸入していいのかっていうのを、それね、無料でプレゼントしている情報があるので、そっちからね、中国どっから仕入れてるのかっていうのを書いてあるので、そっから、取ってきてください、情報。はい。で、今、なんかここで説明してもちょっとわかりづらいと思うので。で、そうすると、ね、無在庫。要するに在庫持ってなくて、中国に、要するに注文が入ってから中国にね、発注かければいいだけのビジネスモデルなんで、これ全部0円でいけます。ただ、さっき言ったオートライクスっていうのが月額2000円かかるんですけれど、まあ、月額2000円でね、仕組み1個ね、作っちゃえばね、ずっと、お金入ってきますんで、うちも毎月ずっと売れてるよね。はい、あ、毎月うちも売れてます。安心です。はい。こういった感じでですね、これ僕が作ってる仕組みそのまんまですね。今ね、本当にお金がないっていう状況になったり、自粛ってなってるからこそ、今できることっていっぱいあると思うんですよ。で、もしね、これをタイミングにね、ビジネスモデル作って、あ、本当にお金になるんだって気づいて、ね、会社、もう、今、ここからどうなるか分かんないけど、そこからね、起業できたりね、ビジネスに目覚めたりっていうこと、まあ、絶対あると思います。ね、本当にこの暇な時間っていうものをね、安倍みてえに、こんなコーヒーとか飲んだり、テレビこんなポチポチやらないで、ただ、ツイッター上では、くつろいでいる場合ではない人も多い、などと批判が上がっています。菅官房長官はいろいろな見方があると思うと述べるにとどめました。今の時間というものを、ね、貴重に、大切に使ってもらいたいなと思って、今日はこういった感じの情報となりました。無在庫物販のやり方ね、全然わからなかったらこの動画ね、これ無在庫のね、どういう仕組みなのかっていうのをしっかりとね、説明させてもらってるんで、この動画で確認してください。これ説明欄に貼っときます。貼っとくんで、そちら見てね、やってみてください。はい。でですね、いつも僕動画でいつも言ってるんですけれど、とりあえずめんどくさいですよ、何をやるにも。でも行動しないと何もできません。でね、本当にね、一歩踏み込むとね、みんなできるんですよ、マジで。一歩踏み込むとできるけど、この一歩がね、なかなか出せないので、ぜひぜひね、そちら、今日、お話しした、仕組み、よかったら作ってみてください。本当にお金になります。うちも、毎月それで金稼いでるんで、はい、よかったらぜひぜひ、試してもらいたいと思います。ということで、本日は、フォロワーマネジメントの、無料でね、公開させていただきました。ぜひぜひ皆さん、ね、マジで金ない金ないだけ言ってるだけじゃ本当に、ね、何もな絶対金入ってこないんで、はい、なんで自分で金作る能力を作ってください。ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業ガラッパ EJI ことエジでした。また次回もよろしくお願いします。最後噛んでんじゃねえよ。じゃあねー。ご視聴ありがとうございます。 Twitter、 ブログ、ノート、 LINE 公式にてヒップホップとビジネスの有益な情報を毎日配信。 LINE 公式お友達追加で無在庫物販のノウハウと物販ビジネス用語リストを無料でプレゼント。こちらの動画の説明欄に URL がありますので、そちらからチェックお願いいたします。